今回は、3個に分けたうちの2つ目、前回赤い鉛筆で描き始めて、割と繊細に最初から下絵を作っていこうと思ったんですが、やっぱりダメでしたね。どうしても大きな変化を、見て新鮮な気持ちになりたいんですね。で、今回は中間ハーフトーンを取った、後の、モデリング明るい色を、置いて肉付けをしていこうという段階です。前回の段階でもそれはそれで絵になっていたんですが、さらに進めて肉付けを行う段階に入ってきました。いつの段階でも絵っていうのは終わっていいものだと思うんですが、そこからどこで終わってもいい絵をさらに自分で意識して歩む進めていくっていうのは大変なことで、いつもなかなか腰が重いです。で、今回肉付けの段階に入るにあたってもやっぱり少しもうこれでいいんじゃないかなと思いながらも、やっぱり進もうということで、白とイエローオーカーを混ぜて、明るいところを今絵の具を置いていっているところです。やっぱり新しく、歩みを進めるにあたってどうしても前回の、感覚、前回のいいなと思ったところっていうのは、保持できない、保てないんですね。で、それを保っていくと、保ちながら絵を描くと面白くないんですね。描いてる本人が面白くない、最後にはきつくなっていって、面白くない絵が出来上がってしまうということがよくあると思うんですが、進むにあたってはやはりそれが壊れていくことを覚悟して、やらないといけない。絵はプラスだけでは描けないものですね。で、マイナス削っていくというかですね、研ぎ澄ましていくというか、削ぎ落としていくというか、マイナス作業っていうものもプラスと一緒なんですね。絵にならないですね。プラスでもマイナスでもないんですねっていうのは重ねていく過程は。で、それが言葉ではなかなか説明できない想像、制作の想像の過程なんです。で、それがやっぱり前回のものを捨てて歩んでいくことに意味があって、それでこそ前回が生きてくるということになります。だから赤い鉛筆を生かして、最後まで生かして、見えた状態で進めていくこともできるかもしれませんが、それはまたあんまり無意味なことなのではないかという感じで、それを最初から分かってこんなような感じでどんどんガシガシ描いていくっていうことが多いです。下地を生かすっていうこと、下地が生きるっていうことは下地が消えるっていうことです。僕はそう思うところがよくあるんですが、下地が消えたら、前回の下地がどんな意味においても生きなかった時に、やはり下地っていうのは必要だったんだなと思うことがよくあるんです。だからですね、思い切ってそれをその上から変えていくことがやっぱり必要なんですね。そうすることで自分の想像以上の下地の生き方っていうものがあるんでしょう。で、そういう楽しみがあってですね、僕の想像してる下地の生き方なんて知れてるんですね。大概それをうまく活用しようと思うぐらいのもので、みんなそうだと思うんですけど、下手に活用しようなんてのは思わないはずなんですね。けれども、その想像の域を
超えた活用の仕方っていうのがあってですね、下にどういうものがあるかっていうものはが見えなくても非常に重要になってくるんですね。これが面白い下地の使い方だと思うんですが、まあ今回はその下地を、思い切って捨てて歩みを進めていく段階で、第2段階肉付けの段階になっていますね。徐々に形を把握して、造形も整えつつ、自分がこうどういう、形を変えているのかっていうことが絵の具がついてくると同時に徐々につかめてくるっていうようなこと段階だと思いますね。やっぱり絵の具がつかないとなかなかどんな形なのかっていうのは把握しにくいところがあるんです。であとそのタッチですね、筆圧、これも異常な筆圧、自分の想像以上の筆圧だとかですね、想像以下の筆圧だとかですね、やはり自分の自分の思っていることじゃないことをやるわけですね。そうすることによって物質マテリアルが素材が見えてくるんですね。で普段やっぱり考えと想像の妄想の中で描いている状態で、その段階ではなかなか絵の具っていうものが認識できない、現実と絵の具をどうしても一緒くたに考えてしまう、現実を描いているように思ってしまうということが起きていると思うんですけれども、絵っていうのは現実を描くんじゃなくて間違った形を描く中でその中に現実を見るんですね。全然現実じゃないものの中に現実を見る、洞窟の例え、例えば壁にシミがある、そのシミをじっと見つめてると自分の知っているものに見えてくるといったような感じでですね、見るんですね。決して見るっていうことは観察するということではなくて、その、歪んだ形、全くその正解じゃない、正しくない形の中に現実を見つめるということになるんですね。そうすることでその中に現実が見えてきて人にも見えるんですね。その画家さんだけじゃなくて他の絵を、その絵を見る人も他のものをその中に見ることができるようになるんですね。その見ないとですね、例えば肖像画を描いて、見ない絵を描く、その中にものを見ずに自分がその肖像を、描いてしまうっていうことが多々いろんな絵に見られると思うんですが、そうすると他の人が見てもその肖像画はただの個人の肖像画になってしまうけれども、見た絵はですね、その絵が、自分の、知っている人に見えたりですね、要するにその身近なものに見えるんですね。知っている風景に見えたり、風景ならですね、生物なら知っている生物に見えるっていうようなことが起こる。でこれが百人十色の感想を持つ理由なんですね。で今美術っていうのは、みんな感想を求められた時に間違ったら怖いなっていうのがあるんですけど、本当にそういう状態ですね。間違ったら怖いです。みんな正解を言ってほしいわけですね。けれどもそれは見てない絵に対しての状態なんですね。見てない絵っていうのは合ってることを言わないと怒られる、そういうことがありますね。けれども見てる絵っていうのはその人の心の中で投影できる、その人の心を使って見ることができるというようなことがあるんです。それが僕はいい絵だと思っています。言葉、前回言った言葉っていうことも、要するに生きた言葉っていうものは、いろんな角度から見ることができる、その
言葉、人間の使う言葉、社会的な言葉、標語としての言葉、記号としての言葉は一方向しか見ることができませんが、生きている言葉というのは、いろんな方向から見ることができる。でその言葉を、どうやったら、表現することができるのかというと、前回言ったように言葉を失うことで、言葉を得ることができるといったような、ことなんです。そういう意味で絵画っていうものは人の死ぬ場所なんですね。自分、言葉を失う、人が言葉を失うと、全てを失うんですね。やっぱり死んじゃうんですね。そうした中で自分は何でもない存在になってしまって、もう本当に 何とも関わりのない、ただのゴミみたいになるんですね。でもそのゴミみたいになることが非常に重要でですね、そのゴミを、美は、ゴミを美しくするんですね。その、自分がゴミだとは何の価値もない、その何のつながりもない、そのゴミを見ても 何のイメージも浮かばない。例えばさっき、壁にシミを見てイメージが浮かんだ、そのシミ以下ですね、そのシミ以下のただの単なる物質になる。でその物質が何ともつながりを持たない、イメージを持たない状況になる。でこれが素材を感じるということになるんです。それが質感というものを生んでいくんですが、その、素材、素材の中に、素材が見えてくると、現実が見えてくるというふうになります。その素材が見えていない状態が普段の状態で、それは普段は妄想で絵を描いている状態です。で絵が絵だと分かってくると、その中に現実を見ることができるようになるということになるんですね。そうすると絵は途端に明るくなります。どんな暗い色を使っていても、どんな暗いイメージで描いていても、それが急に明るさを帯びてきて、である人から見れば、その見る人もやっぱり鍛えられなければなりませんけれども、暗いと言われて、いる絵があったとしても、それは実は明るい絵である可能性があるんですね。で例えば逆で明るい絵、色彩が明るくて、鮮やかで、とても明るい色を使っている絵でも非常に暗い時があるんですね。さっき100人十色と言ってしまいましたが、100人十色じゃ結構絞られてきますので、100人いたら100人違う見方ができるということを、言いたかったわけなんですが、見るということは、そういう、人のそれぞれの人の心を映して見ることができるようになる装置を作り上げるということにもなると思います。オブザベーション、その観察するという、さっき言ったようなその観察するということと見るということの区別で、観察するということの中には物事の観察、形態の観察、描いていく上での写実性という中には、その見ることの重なりで、観察が出来上がるということだと思います。見ることを重ねていく中で、観察が行われる。そうするとその観察はただ現実を映すだけではなくて、最後まで見た結果の、絵が出来上がる。それがオブザベーション、観察、自然と照らし合わせて、自分の描いた、間違った形の中、ただの紙と絵の具の中に現実を最後まで見た結果ということで、それは正しい観察ということになると思います。見ることというのは、別の言葉で言うと凝視するというように言ったりします。凝視する、リガーディング、コンテンプレイティング、それを熟視する。要するにそのまま映すわけじゃなくて、さっき言ったようにその
携帯の中に、例えばですね、よく言われるのがドクロ、骸骨スカルの目のくり抜かれたその空洞の中をじっと見つめる、深淵がこっちを見つめるといったような具合で、じっと見つめるんですね。一つのシルエット、携帯の縁の中をじっと自分の心を照らして見つめる、これが見ることということなんでしょう。例えば、白い紙を前にして鉛筆一本手に持って横に線を引いて水平線を描こうとするときに、調子によって、その時の調子によって手がぶれたりとか、正確に横に線を引くだけなのになかなか引けないと思います。けれども、その自分も思ってもない線、引いてしまった線の中に、その水平線を、材料に自分の知っている風景を見ることができます。そのブレた線の一つ一つが自分の知っている、水平線の向こうの海の近くに住んでいる人なら山々に見えたり、都会に住んでいる人ならビルの、形に見えたり、いろいろその自分の思っても見ない失敗した線が、現実、自分の身近な現実に変わっていく様があると思います。例えば人の顔を描く場合、すごく知っている人の顔を描く場合に、その人が丸顔なら丸を描くだけで、その人の顔がその丸の中にありありと、その少し、正円ではないその楕円の微妙な歪みの中に、その人の特徴も全て現れるんではないかと僕は思っています。それが見るということ、まだシンプルな紙と線の中に、鉛筆の素材の中に、見ることができている状態だと思われます。これをどんどん進めていく、最後まで、観察しながら、その人の目鼻立ちや、唇、全て、を描いていく、見ることを失わずに描いていくことは非常に難しいことで、途中でやはり見なくなって、ただその顔を説明するだけになってしまう。そうすると、自分が何が描きたかったか、その人が描きたかったのに、なんか違う表情になってきたなと思うということになると思います。見るということ、最後まで見続けるということが、絵ではとても必要になってくると思っています。見ることを織り込んで描いていくと、絵はどこで終わってもいいというような感じになると思います。金太郎飴みたいに、どこを切ってももう絵の完成なんではないかと思うんですね。最初の段階、このビデオの1段階目の、緑っぽい人の段階でも、肉付けの前の段階でも、もう完成にする作家はたくさんいると思うんです。日本人ですと、よろず哲五郎とかですね、いろいろその有名な作家たくさんいますけれども、そうやってみんな見ながら描いてるんで、どの段階でも終われるんですね。で、それが、絵の完成の形になるんです。だから、この人はなんでこんな描き方するんだろう、ピカソはなんでこんな描き方するんだろうっていうのは、見てるからですね。見てるから彼の中では正しい形がもうそこで見えてるんですね。こんな風に見えてるんか、この人はこんな風に見えてるんか、なんていう人は結構いますけど、見えてるものが描けてるわけではないわけなんですよ。絵は、どの段階で終わっても絵はいいので、それ以上進む必要がその時自分にはないのですけれども、そうやって次の歩みを進めるということに、自分の中でやはり葛藤が生まれるということだと思います。そうするとやっぱりその歩みを進めると、その見てた絵がですね、壊れるということになります。見て生きてた自分がまた死ぬことになります。そうすることで、そういうのを分かるからですね、非常に腰が重いんです。で、やはり絵は足していくだけでは、
どうしてもやぼったくなって重たくなって、まさに重力を感じる世界になっていくと思います。悪い意味でですね。だから小手先は下手でもいいんですね、もう下手な方がいいんですね。見ることができると、見ることができるだけでいいんです。見ることは誰にでもできます。描く、うまく描くことはその特質を持った人しかできないと思います。むしろ下手に描いて、その中に普段見てる自分がいつも見ているものを見るということが、絵を完成させることになると思います。